回はカインズの購入品紹介です。久しぶりに行って6点購入してきたので紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに紹介するのは袋を丸ごと隠せるくず入れです。今まで使っていたゴミ箱は中に入れてる袋が丸見えで気になっていたので購入してみました。サイズは2つあり、2リットルと 6.7 リットルがあり、今回大きい 6.7 リットルを購入しました。カラーはホワイトとブラウンがあります。2層構造になっていて、表の白い方は袋を隠すカバーになっています。袋を入れてカバーをするだけで簡単にセットできます。一気に生活感がなくなり、見た目もとても綺麗です。上から見るとこんな感じです。枠があるので中身がはっきり見えないのも気に入っています。こちらを購入してから一気に生活感がなくなり、大きさもあって使いやすいです。丸型で使いにくいかなと思っていましたが、全く問題なく使っています。長く使えそうなので購入してよかったです。次に紹介するのはトイレットペーパーホルダーです。我が家にもトイレットペーパーホルダーはありましたが、古くなってきたので買い替えました。こちらはトイレットペーパーを3つ収納でき、表の面で隠すことができるので気になって購入してみました。床が傷つかないように傷防止パッドもついています。シールになっているので簡単に底の面に貼るだけです。少し高さが低いのかなと思いましたが、早速トイレに置いてみます。トイレの端に置いてみましたが、白い壁と馴染んでとても綺麗になりました。トイレットペーパーが見えないことでとても清潔感がある雰囲気になります。トイレはシンプルに綺麗にしておきたかったのでとてもいいです。カラーはホワイトとブラウンの2色展開です。ブラウンとも迷いましたが、すべてホワイトにすることでとても清潔感があり、目立たなくて購入してよかったです。次に紹介するのはモッフルネックフィット枕です。私が枕を買い替えたので主人も欲しいなと言っていたら、カインズで人気の枕があるとのことで、主人用に今回購入してみました。こちらの枕はレッドドットデザイン賞とグッドデザイン賞の2つを受賞しています。独特な素材が使われていて、優れた弾力性が首への負担を分散し、肩こりの方や寝つきの悪い方におすすめの枕みたいです。サイズは4種類あり、今回購入したネックフィット枕と弾力性に優れた柔らかい枕、フィット枕、ボルスター弾力性に優れた柔らかい枕の4種類です。中身を開けてみると、本体の枕とインナーカバーが入っています。本体の素材は TPE 樹脂が使われています。医療器具や台所用品、哺乳瓶にも使用されている安全な素材だそうです。このようにかなり柔らかく弾力性があります。付属で入っていたインナーカバーをつけてみるとこんな感じです。素材の成分により油分が染み出す場合があるそうなので、インナーカバーをつける必要があります。日光や強い光に当てると劣化しやすい素材みたいなので、注意して使用してください。枕カバーは別売りで一緒に購入しました。カバーのサイズはそれぞれのサイズに合ったものが売ってあります。素材は再生繊維 100% で洗濯機で洗えます。寝てみると首と頭がしっかりフィットします。
適度な高さで通気性も良く、程よい冷感があり、心地よく眠れます。今までいろんな枕を試してきましたが、こちらを使ってから感触が心地よく、寝つきが悪かったのですが、寝つきもとても良くなったと主人が喜んでいました。ぐっすり眠れているので、寝起きがすっきりで、毎日愛用しています。次に紹介するのは足あったかクッションです。足の冷えに悩んでいたので購入してみました。口が開ける部分に足を入れるととても暖かいです。デスクワークや読書など椅子に座っている時にとても便利です。カラーは購入したブラウンとピンクがありました。今までスリッパやもこもこ靴下を履いて作業していましたが、これを購入してから寒さを気にせず作業ができています。本当に寒くてしんどい時にはこの中にカイロを入れる時もあります。生地もふわふわでとても気持ちよく、洗濯もできるのでとても気に入っています。最後に紹介するのは使い捨てマイクロファイバークロスです。キッチンや洗面台の水回りのお掃除に気軽に使えるものが欲しかったので購入してみました。から拭き、水拭き、どちらでも使用でき、使い捨てなので汚れるまで洗面台やキッチン、メガネ拭きや車の洗車などいろいろなところで使えます。生地はふかふかでしっかりしています。1枚20円だと思うと少し高いように思えますが、少しの汚れだと軽く水で洗うとまた使えるぐらいとても丈夫な生地です。大きさ、薄さもちょうどよく、細かいところまでしっかりお掃除できます。マイクロファイバーなので吸水力もとてもいいです。気になったところがあればすぐに使えるように、洗面台にある棚の扉に魔法のテープでつけています。とても便利なので、すぐに手が届くところに置いておくと掃除する癖がついていいです。水回りは毎日水拭きしておくと綺麗な状態が保たれます。これを購入してから気軽にお掃除する癖がついて、またカインズへ行ったら多めに購入してストックしておきたいくらい気に入っています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。カインズは便利な商品がたくさんあるので定期的に行っています。おすすめの商品があればコメントをしていただけたら嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。